皆さんこんにちは。ニュースチャンネル長谷川幸宏です。今日は昨日に引き続いてなんですけど、ちょっとどうですか皆さん、声いつもとあの機材のセットが違うのでうまくいくかどうかちょっと心配なんですけど、まあ、やってみたいと思います。今日はですね、何の話かっていうと、ロシアの将来、これです。今ウクライナで、まあ、ロシアが、まあ、侵攻を続けていて、もう間もなく春季攻勢、ウクライナの春季攻勢、反転攻勢ですね、春季攻勢というか反転攻勢が始まるんじゃないかと言われてますけど、まあ、やや、まあ、ですから戦場は今こう戦闘がこれからどんどん激しくなっていくわけですけども、ちょっとやや長い目で見た時にロシアがどうなっていくのか、ここをちょっとお話ししてみたいと思います。でまず最初に結論をですね、もういきなりこれをご覧になっていただいた方が分かりやすいと思うので、ちょっと見ていただけますか。これです。ちょっと顔が隠れちゃうな。まあこれでいいですか。これで分かりますね。はい、じゃあちょっとすいません、しばらくこの形で喋りますけど、これはですね、何かというとロシアが将来大分裂するっていう、そういう分裂した後のロシアの絵なんですよ。これちょっとすごいでしょ。これだけ細かい、全部ね41の共和国に分かれるっていう、こういう分裂後のロシア地図っていうのがもう作成されてるんですね。これ誰が、まあ、ちょっとこれまた後で見せ、時間があったら見せてもいいんですけど、ちょっと一旦ここで置きますね。これね、一体誰がこんなものを作っているかと言いますと、実はあのもう亡命したロシア人政治家、まあ、いっぱいいますよね、まあ、こんな戦争になっちゃってから。からジャーナリストももう続々と外国に今逃げてるわけですけども、その人たちが集まって、まあ、政治家とかジャーナリストとか、まあ、まあ役人もいますけども、そういう学者とかそういう人たちが集まってですね、ポストロシアの自由国家フォーラムっていう、そういうね団体を実は作ってるんですね。このポストロシアの自由国家フォーラム、ちょっと英語で言いますとね、ここのさっきのところに出てくるんですけども、フォーラム、フリーネーションオブポストロシア、フリーネーションオブポストロシア、これで検索するとそのサイトが出てきますから、これで分かると思うんですけども、こういうフォーラムを作ってまして、このフォーラムが発表した地図なんですよ。この地図がね、色分けしたやつが。で今要するに、プーチンの後のロシアは、まあ、またまた分裂して崩壊すると。これなぜかというと、41あってこの人たちはですね、言ってみればこれまで俺たちはロシアという国の、まあ、それはあのロシア連邦の中のごく一部に過ぎないんですけど、このロシアの植民地になっていた俺たちの共和国は。でこの植民地化された状態を一旦全部解体して、植民地でない、ちゃんと独立した本来の共和国41の、それに戻って、それからもう一遍、連邦になるのであれば連邦、再連邦化すると、そういう形にならない限り俺たちの国はいつまでたってもロシアの植民地で奴隷状態に置かれたままになってしまうと、まあこういうことを主張している人たちなんですね。だからこの動きは彼らに言わせると、脱植民地化であり、で脱植民地化して一旦それぞれがみんな独立した共和国になった上で、もう一遍連邦として緩やかな連合体に組むのであれば、これを再連邦化と呼んでるんですね。もう一遍言いますよ。
脱植民地化した上で再連邦を目指すと、再連邦化を目指すと、まあこういうことを主張している人たちなんです。でこのいう動きがですね、これはなかなか無視できない動きになってきておりまして、実は欧州議会の中でこの人たちを招いてですね、フォーラムを、会議を開きました。1月31日のことです。それはどういうグループかというと、欧州保守派と改革派グループ、まあこれ ECR っていうふうに言ってますけど、ヨーロピアなんとかなんとかですね、これがこの各国の欧州議会、今言った欧州議会が中心になって、まあ欧州議会っていうのは EU の議会ですけど、この議員さんたちが中心になって、このポストロシアの人たちも呼んでですね、まあ会議、まあ開いてですね、この問題を議論したんです。で、これはねどういうことを言ってるかっていうと、ちょっとね彼らの提言というか目標が文章になって出てるんですね。これもサイトに出てますけども、これは何て言ってるかちょっと読み上げてみますとね、ロシアの抑圧を経験した、これは分かりますね。ロシアの抑圧を経験した多くの人々にとっては、ロシアが完全に今回の戦争で撃退され敗北したとしても、ウクライナの戦争は終わらない。ロシア連邦がもたらす脅威を完全に取り除くためには、国際社会はロシアの再連邦化、英語で言うとリフェデラライゼーションを目指すべきだと、こういうふうに言ってるんですね。で旧ソ連でも今のプーチン体制の下でもロシアは変わってないんだと、彼らは帝国主義の本能に突き壊されて人々を征服して、あるいは皆殺しにして黙って現状を受け入れろっていうふうに強制してるんだと。で国際社会はロシアが、まあ、巨大マーケットなもんだから、そういうこの市場価値に 目をくらまされていたんだと。でロシアがね、西側社会と同じような、あそういう法的枠組み、法の支配に基づいたそういう枠組みの中にあるなんていうのは、もうこれ幻想です。ナイブすぎると。でロシア連邦のもともとの民族的な地図っていうものを考えれば、さっき見せた地図を考えれば、我々は自由で独立した国家軍、国家の群れ、国家軍の創設を検討しなければならない。で国際社会は連邦の内側にいる人々の固有の権利を支援する義務があると、まあ、こういうふうにこの欧州議会の人たちはまあ言ってるんですね。でこのね、分裂っていう話が、皆さんもしかしたらそれはいくらなんでもちょっと夢物語、そっちの方が幻想なんじゃないのというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、これはあながち幻想とばかり言えないのはですね、これは実はね、アメリカの政府機関も同じようなことを実は言ってるんですね。アメリカの政府機関ですよ。これどういう政府機関かというとね、まあ、CSCE って言うんですけど、欧州安全保障協力委員会、欧州安全保障協力委員会、これ CSSE、これも検索 CSCE で検索していただければ出てくると思いますけども、これは去年6月にですね、ワシントンで、やっぱりフォーラムを開いておりまして、そこでは何を議論したか、さっき言ったロシアの脱植民地化です。これについて、フォーラムを開いてます。でこの時の共通認識、どういうことで一致したかというと、これちょっと読み上げてみますね。とロシアの脱植民地化は道義的にも、それから戦略的にも不可欠であると。でロシアが欧州の安全と安定に関わる真に信頼に足る利害関係者になるためには、脱植民地化、つまりさっき言った分裂ですよ、冒頭から言ってる分裂、これを視野に入れた真剣な議論が必要だと、こういうふうに結論付けております。これアメリカの政府機関ですからね。
アメリカのでももうこういう議論が実はもう去年から始まっていたんです。でその、まあ、一つの具体的な 絵がさっき冒頭に示したこの絵、この絵なんですね。まあ今ですからこのプーチン後、まあもちろん目先戦争の行方がどうなるかということも重大問題ですよ。重大問題だけども、実はもう欧米ではこのプーチン後のロシアがどうなるのか、その時はおそらくロシアは今の形をにとどまることはできずに、もうバラバラに一旦分裂する。で分裂した後もう一遍自由と民主主義に基づいた再連邦化っていう形になるんじゃないか、まあ、こういう議論がもう実はもうかなり真剣に始まっているということでございます。これはね、私知る限り日本ではこの議論はほとんどまともに議論されてない。さっき見た地図なんて日本では、これが今日 YouTube で皆さんに、まあ私コラムでも書いてますけども、 YouTube で紹介するのはこれが初めてじゃないかと実は思っているくらいなんですね。で、このロシアの将来については実はこういう議論とは別にですね、今の形のままで議会制共和国を目指すべきだっていう、こういう議論も実はあります。これは実はまあ去年私コラムでも紹介しましたけども、誰が言ってるかっていうと今獄中にあるナバルニーって方です。ロシア語読みだとナバルニーじゃなくてなんとかさんとか言うんですね。私まあ英語の文献でしか見てないんで、英語の世界ではもうみんなナバルニーって言ってますから、ここでもナバルニーで統一しましょう。このナバルニーさんは昨年9月にワシントンポストに投稿してですね、この議会制共和国、これにならない限り欧州に真の平和は来ない、つまり独裁体制が続いている限りはですね、仮にプーチンが倒れたって次の独裁者はまた同じように他国に侵略していく、こういうことが必ず繰り返される。だから欧州に真の平和と安定をもたらすためには、ロシアが独裁主義から出して、議会制共和国にならなきゃいけないんだということをこのナバルニさんはもう昨年9月にワシントンポストに獄中から投稿してこれを主張していたわけです。まあ、ですからまあそういうアイデアもある。それからこのポストロシアの自由国家フォーラムの皆さんが提起したような、いや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 、そんなロシアをね、今の形のまま議会制共和国にするんじゃなくて、もう一旦とにかく41に分裂して、そこで自治共和国として自由と独立を勝ち取った上で、それからもう一遍再集合して連邦になられる、まあ、こういうことをもう考えなきゃいけないんだって、まあ、こういう議論も起きているわけです。でね、興味深いのはですね、この地図の真ん中にあるね、これ実はね、この真ん中のね、この国旗ちょっと大きく写す、これね、どっかで見た国旗だと思いません？これそう、アメリカですよ。もうまるでね、アメリカの国旗そのものなんですね。これね、言ってるのはね、これどこの国かって言いますとね、実はね、シベリアです。シベリア合衆国、名前まさにもうアメリカの合衆国とそっくり、シベリア合衆国。それからね、あとバルチック共和国とかね、ウラル共和国とかね、こういう名前もあるんですね。これはまあそれぞれのこの国の民族の伝統、歴史と伝統をまあ反映してるんだと思いますけども、興味深いのはね、ロシアという名前はあるかというと、どこにもない。これはね、私この41のね、国名全部チェックしてみたんですよ。ここ41、ここに全部41がバーっとこうあるんですけどね、この中にね、ロシアって国あるかな、全部チェックした。そしたらね、どこにもない。だからロシアってのは連邦として、ロシア連邦というのはあってもですね、実は自治共和国としてはないんですね。であるのは、まあ、さっき言ったそのシベリア合衆国とかウラル共和国とかバルチック共和国とか、ということなんですね。で、まあこれが本当に起きるかどうか、これは分かりません。目下の段階では分かりません。まあ西側の一部には、まあそんなことをね、議論すればするほど
するほど、いやいやそうなったら大変だっていうんで、ますますプーチンは締め付けを 強化するだろうから、実は分裂には向かっていかないんじゃないの、まあ、こういう議論もまあありますぐらいで、ですからどうなるか分かりません。ただですね、欧米とりわけあの NATO、まあ、軍事機構である NATO の皆さんもこの可能性は十分あるよねと思って、注意を払っているっていう証拠が一つあって、それは何かというとね、 NATO で今隠れた大テーマ、これ隠れた大テーマと言ってもいいと思いますけど、一体この核兵器を管理する部隊、これあるわけですね、ロシアには。この核兵器を管理する部隊を誰が掌握するか、これがもう最大の鍵を握ると見てるわけですよ。まあそれはそうですよね、核を握るやつが強いわけです、最終的には核で脅すことができるから、相手をね、なのでこの核兵器を管理する部隊を誰が握るのか、これはチェチェンか、チェチェンのカディロフが握るのか、あるいはあの傭兵部隊のワグネルグループを率いているプリゴジンが握るのか、あるいは別の誰かが握るのか、あるいはこの核を握っている部隊の中でまた内輪もみが起きちゃってもう点々バラバラ、これは四方八方に飛んじゃうのかみたいなことを、もうあらゆるシナリオを考えているんですけども、いずれにせよこの核を誰が握るのかっていうことが、まあ、大問題になるよねと、ということですね。それでこの話はですね、実は今のこの戦争の行方にも実はね直接関わってくるんですよ。なぜかというとですね、これはまあ一つの、あの考え方なんですけども、これもこの番組で私もお話したと思いますけど、アメリカのランド研究所がですね、いずれこのウクライナの戦争っていうのはね、どっちにしろ停戦に向かわざるを得ないっていうある見通しをまあ出してるわけです。でその一番大きな理由っていうのは、もう根本的な理由はロシアもウクライナにも完全勝利はないからだっていうんですよ。完全勝利はないからだ。なぜか、これも前ご説明したけどちょっと思い出していただきたいんですけども、ロシアが完全勝利するにはウクライナの政権を完全に打倒する、つまりゼレンスキー政権を打倒するしかないだろ。それからウクライナが完全勝利して、もうこれで俺たちはもう当分平和と安定が保障されるというふうになるためには、実はロシアの政権を打倒するしかないだろ、つまりプーチン政権を打倒するしかないだろ。けどもウクライナそんな力はないよね。ウクライナが今のままいってプーチン政権打倒できるほど力があるか、ないよね。ロシアもゼレンスキー政権打倒できするだけの力はもうないよね。それはもう去年春に証明されたよね。だから両方とも打倒できないよね、お互いの政権を。ということはお互いの政権は残るんだから、となるとこれは当分の間、永続的とは言わないまでも当分の間心配で、しないで済むような完全勝利はないよね。それはかつての第二次世界大戦の日本とドイツの経験でもそうだと。日本も軍部が政権から追い出されて、軍部を打倒することによってアメリカはもうこれで日本は完全に、もう力を失った。ドイツもナチスのヒトラーが完全に敗れて、ヒトラーが自殺してナチス政権が崩壊して、これでもドイツは大丈夫ということになった。でも今回のこの政権でロシアとウクライナがそこまでお互いの政権を徹底的に打倒できるほど完全勝利望めるか、望めない。だから停戦するしかないんだ。これがランド研究所のロジックだったわけですよ。ところがですね、この内部崩壊シナリオ、これがもしも本当だと
現実になるとすると、このランド研究所のシナリオも狂ってくるわけです。つまりどういうことか、ロシアは内部崩壊していくんだと、これから。つまりプーチンが戦争疲れして、さすがのプーチンもまあクーデターか、あるいは自らに逃亡するかは別として、まあいろんな形はあるにせよ、プーチン政権は倒れてロシアは内部崩壊していくんだと。となったらですね、これは実はとことん戦って、ゼレンスキーがとことん戦っていけば、つまりロシアが内部崩壊するまで戦っていけば、ロシアは崩壊するので俺たちは平和完全勝利を手にできるっていうシナリオがゼロではなくなってくるわけですね。この可能性はあり得るという話になるわけですよ。これはね、ランドもそこまでは視野に入れてません。私もランドの報告書全部読んでますけども、ランドはこの内部崩壊シナリオまで視野には入ってません。これはね、だからあり得るということになってきます。さて、そうなるとですね、ウクライナの今のゼレンスキーさんが言ってる、この俺たちはとにかく徹底的に戦うんだ、つい最近も言いました、俺たちはこの先生政権がもしかしたら何年も続く、何年どころか何十年も続くっていうか、何十年も戦ってみせる、まあそこまで言ってるわけでしょ、ゼレンスキーさんは。で、その何十年も戦ってる間にロシアがくたびれて、プーチン政権が崩壊し分裂していくいうようなことになれば、これは最終的にはウクライナが勝つ、勝利するという話になりますね。もちろん問題はそれだけ戦いきれるかっていう問題なんですよ。だから結局この話は巡り巡ってですね、ゼレンスキーさんとそれからその国民がそこまでロシアが自ら崩壊していくまで戦いきれるかどうか、そこまで膨大な犠牲、おそらく大変な犠牲を払いますよ、膨大な犠牲を払っても戦い抜けるかどうか、それからアメリカやヨーロッパがそこまで支援しきれるかどうかという話にかかってくる。結局話は元に戻ってくるんですけども、という話になってきます。まあこれが今現在入れる、私がまあお話できるまあ見立てですね。ですから、まあ、ぜひ今回はこのまた元に戻って、最初に戻りますけど、欧米ではですね、これ夢物語だけじゃない、こういう内部崩壊シナリオまであり得るのだ。でアメリカの政府機関までもがですね、実はこういう可能性もあり得るということを視野に入れて、まあ、議論している。もう一遍さっき の欧米のですね、米国の議論、ちょっとこれがまあ今の、まあ、今現在での結論になると思うんですけど、もう一遍読んでおきます。これが今現在の中長期的な一つの結論、ロシアの脱植民地化は道義的にも戦略的にも不可欠であって、ロシアが欧州の安全と安定に関わる利害関係者になるためには、脱植民地化を視野に入れた真剣な議論が必要。まあこれが目下の結論だなというふうに私は思います。まあ、ぜひ皆さんもこのロシアの分裂、これはねあながち夢物語の話ではないということを頭の片隅に入れていただけたらなと思います。というわけで今日はロシアの将来についてお話しさせていただきました。どうもありがとうございました。失礼します。